こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。いよいよオーストラリアアマゾンのセラーアカウント登録が開始されました。amazon.com.au にセラー希望の登録を済ませた人に招待メールを配信しています。でこの招待メールが届いたらですね、えー、登録できます、まあ。招待メールの、えー、招待メールが、えー、どうやって来るか、登録方法とかね、あるいは招待メールと届いたけど、どうやって登録するかとか、 お気軽にご質問ください。こういうメールが来ます。で、メールのこのレジスターナ w をクリックして、えー、登録を進めてきます。で、チャットワークとね、スカイプを使って、えー、アカウント、販売アカウントの登録サポートをします。細かい登録内容とかね、あと画面が微妙に違って入力項目かわからないなんかの心配が、えー、する方いらっしゃったり、えー、どうなっちゃうんだろうと。ね、えー、実際、 一件、初めの一件サポートしたのね。えー、おそらく Amazon のバグ、あるいはね、えー、パソコンで、えー、たまたまそうなっちゃったのか、えー、ちょっと戸惑ってました。ね、えー、一人で登録したらこれ登録できませんでしたね、というような、えー、話だったんでね。まあ、やっぱ初期の頃のシステムは、まあ、安定してないっていうかテストが不十分なんでバグとかがあります。で、アメリカ Amazon の販売を開始した当初もね、 えー、バグにはまってなかなか登録完了しなかったというのもあるんで、まあスムーズにいくようにね、初めに確認して、打ち合わせしてから登録してもらった方がいいです。で、先ほどのメールの、えー、このね、レジスターナーをクリックすると、こういう項目が出てきます。で、ここに名前とメールアドレスとパスワードを入れると。次に、えー、名前。で、この名前はね、リーガルネームというのは、 えー、正式な法人名、英語の法人名、あるいは本名を入力します。これは法人で登録するか、個人で登録するかによって変わります。で次に、えー、店名を入力と。まあ、これはね、えー、何かいい店名を考えて、えー、入力しますで。ネットショップはね、持ってなきゃ入力しなくて大丈夫です。でスマホでこのピンを受け取りまして、 で次に、えー、クレジットカード情報を入力すると。でね、えー、今、3ヶ月間、はじめの3ヶ月間はね、大口アカウント、プロフェッショナルアカウントの、えー、手数料が無料です。ね、やっぱはじめはね、セラーを増やすためにこういう形にしますね。で、このフィルフメントバイアマゾン使うんで、ここにチェックを入れて、で、クレジットカード情報を入れると。であとは、えー、アンケートですね。販売する商品のについてのアンケート。 これは何を扱うか、ね、え、いくらぐらいの目標にするか、本業か副業か等によってね、ケースバイケースなんで、え、あらかじめ、まあ、こういうふうに入力してくださいというのをね、打ち合わせしてからやった方がスムーズです。お聞からにご質問ください。で、ここまでやると、え、セラーアカウントができました。ね、販売を開始しましょうという、え、この表示が出ます。で、このセラーアカウントにね、え、ここに、え、ペイメント、 サーベイっていうのと、デポジットうんたらというのが出てます。これね、売り上げの受け取り口座を入力してくださいということなんで、クリックして、売り上げの登録をします。まあ、オーストラリアにいらっしゃる方はね、オーストラリアの銀行口座があるんで、それをそのまま入れていただければいいですし、オーストラリアの銀行口座ない方は、ペオニアがオーストラリア銀行のサービスも対応してるんで、ペオニアでオーストラリア銀行の 受け取りもするというリクエストをしてくださいまあ、これも方法等はまたご質問いただければと思いますそれからテンバーアカデミーではオーストラリアでの銀行口座開設もサポートします実際に日程が合えば指導にあるいはメルボルン、ゴールドコーストでね窓口について行ってもいいですしあるいは窓口についていけないときは Skype、ね、なり電話なりで待機してて えー、わかんない部分はね、私が電話で聞いて通訳するという形も可能です。まあ、そんな形でね、まだ、そうですね、おそらく50人から100人に1人しかこの招待メール届いてないんで、これ届いた人はかなりラッキーなんでですね、えー、登録して Amazon のオーストラリアに取り組んでみてください。で、まだサポートを受けてない方はですね、 こちらでサポート会員の募集とかね、あるいは今回みたくその登録内容のご紹介とか、どんなものを売ればいいのか、どんなものを売っちゃいけないのか、そういう情報をね、配信してますんで、こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押してください。ご登録お待ちしてます。オーストラリアアマゾンで稼いでいきましょう。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。